こんにちは、住友敏郎です。今回 の、 ツアーから、ドクター Z の、ルート66を、使ってるんですけども、まあ、第一印象ですかね、とにかく音が太い、っていう、なんていうんですかね、音が太いっていうだけで簡単に言ってしまっていいのかどうかわからないんですけども、それとあとギターのボリュームでそのトーンを全部調節できるっていう良さがありますね。クリーントーンからクランチ、甘い音、すべてあの手元で調整っていう形にができるところがとてもいいと思います。でそれとスライドにすごくあのトーンが合っているので、この間あのオーストラリアのウルフメールっていうギタリストがすごいいい音がするって言ってましたね。マーシャル系のアンプを使ってたんですけども、若干そのピーキーっていうんですかね、音が。でそれでよくあのフロントで音を作って、リアはあまり使わないという方向だったんですけど、このアンプに変えてからもう完全にもう、リアピックアップで思い通りの音が出せると。でフロントでトーンを絞ればウーマントーンもすごく思い通りの感じで出せるところが、全然違うところかなと思いますけどもね。であのちょっと、少ないユニットでやるときはあの前はカルマンギアとかその辺のトーンは知ってたんでかなり、僕には扱いやすいアンプだと思います。もうほとんどあのアンプのトーンだけでいけるんでエフェクター軽くその何ですかね、ゲインを稼ぐためのものですね。あのソロであるとかここ一発っていう時に、踏むようにしてますけども、あとはもうこの手元のこっちですねの調整になります。クリスが結構ディレイとかエフェクター駆使していろんなトーン出してるんで、僕はもうシンプルにストレートヘッドな感じでやってます。若干上げ目2時ぐらいのところボリュームは設定して、そうするとあの自然なコンプレッションっていうんですかね、そのチューブレクチファイアのええところが出ると思います。でトーンに関してはその場所場所でちょっといろいろ微調整はしますけども、だいたいそうですね、トレブル2時ぐらい、バスはちょうど12時ぐらいとか いろいろ、まあ、でスピーカーを、場所によっては縦置きにして、狭い場所だとその自分モニタリングしにくい時なんかは縦置きにしたりとかして、それでもかなり、いいパフォーマンスが出ると思うんで。前マーシャルの4発入りを使ってたんですけどね、かなりあの低音がトゥーマッチというか、で2発入りの方が僕はこのヘッドには合うと思います。ミッドレンジがだいぶ4発入りよりもこっちの方が僕はミッドが張った感じが好きですかね。